まったく、怪異とかいうのはどこまで勝手にできているのか。一緒にしないでください。あんなものを作り出す人間の方がよほど恐ろしいですよ。ゼンタのたたりか。化け物でも対抗できないとなると、できる対策なんて。ご安心を。すでに我々はこのことをあるお方に相談しております。かの名高い知恵の神、一つ目一本足のおひい様に。また妖怪か。おひい様大丈夫？あ、何ですかその目は。おひい様はあやかしや幽霊といった我々同族の争いや揉め事、その他相談を何でも解決してくださる知恵の神様なのですよ。なんだいそりゃ、うさんくさいね。そのおひい様が明日の夕刻にもこちらに来てくださることになっておるのです。ゆえに一連の開示もほどなく解決するでしょう。そこで大さん、おひい様に大さんの家にお泊まりいただいてもよろしいでしょうか。うちを化け物屋敷にする機会？いえいえ、おひい様は人飲みをされております。それはそれは可憐にして苛烈なお方で。可憐にして苛烈。おひい様の言うことを聞け。